上石図三三在古墳の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成上石図三三在古墳の 3DCG 描画、理中天皇もず耳原南両拝所上石図、三三在古墳は、大阪府堺市西区石図が丘にありもず古墳群の南部に位置する古墳である。形状は前方後円墳で、 モズ古墳群を構成する古墳の一つである。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、モズ耳原南波領として、第17代、李中天皇の御捧ぎに地上されている。名称は、石津が岡古墳や、モズ量産古墳とも呼ばれている。世界遺産、モズ、古市古墳群に構成資産の一部として登録されている。未産材は、 三朝木の転化したものと考えられており、李中天皇の領母に否定されく内町によって管理されているが、江戸時代の江図等では、李中天皇領の表記が見られる。上石図は、堺市編入以前の仙北軍神石村の大技で、現在の堺区石図町が、集落の中心であるが、東古墳だけ、西区となっている。古墳は、標高十五から十二メートルの大地の端に、 かつての海岸線と並行するように築かれている。噴球は3段あり、噴球町365メートル、公園部直径205メートル、高さ27.6メートル、前方部幅235メートル、高さ25.3メートルで、噴球町が大仙領古噴、本田五秒山古噴に次ぐ全国第3位の規模を誇る巨大古噴である。 公園部が北側に配置され、西側の首レブに作り出しを有する。東側の首レブにも作り出しが認められるが、縮小しているため堀の水位が下がった時に確認できる。現在の集合は一枝が、調査により、幅11から25メートル、深さ0.6から1.3メートルほどの外堀が確認され、土の状況などから水のない空堀だったと推定されている。 外堀の周囲に位置する倍長は、七観山古墳、七観音古墳、寺山南山古墳、石塚古墳、狐塚古墳など10基前後あったとされるが、現在は七観音古墳、寺山南山古墳の2基の実が残るだけである。かつて存在した七観山古墳からは他量の副葬品が出土し、副葬品を埋蔵するための倍長の可能性がある。 古墳の規模は次の通り。2019年7月6日、第43回世界遺産委員会の審議により、登録名称、モーズ・古市古墳群古代日本の墳墓群マイナスとして、世界遺産に正式登録された。東古墳は、世界遺産、モーズ・古市古墳群古代日本の墳墓群マイナスを構成する、モズ古墳群の一部として、世界遺産に登録されている。 ありがとうございます。